兄貴、こんな場所に宝があるなんて何かの間違いじゃないか。王子の姉貴からもらった宝の地図だぞ。間違いなくここにある。待ってくれ兄貴、何か声が聞こえて。ガキじゃあるまいし、いつまで無重視と。兄貴やっちまえ。生前運命は無常、蝶の木を借り汝の道を示さん。ほんとつまんない人たち。ファーデュイなんかをからかう趣味もないし、このままと倒しちゃおっか。あれ、あ、キョシが怖いの。Thank you.